新世界の神エフロンだということで、今回は新作の COD をちょっとプレイしていこうかなと思います。まあ、僕 COD をやり始めたのはもう10年前ぐらいから COD 僕やってるんですけど、今回は神ゲーということで、まあちょっと買ってみました。で、一応僕がね、まあやった COD シリーズをちょっと先に話すんですけども、モダン3、BO2、BO3、BO4、CODAW、あと、コールドウォー、これかな。もう7シリーズ目かな、一応。で、コールドウォーに関しては昨日間違えて買っちゃって、昨日初めてプレイしたんで、まあコールドウォーに関しては全くほぼやってないみたいな感じですね。他はまあそこそこやってて、まあ一番やったのは BO2 っていうゲームで、こんな感じで多分これが7個目になります。まあ、かなり COD プレイヤーなんで、まあ、ある程度のまあことはできるかなみたいな感じです。いろいろまあ把握してるんで、大体のものは。ただところどころなんか名前が変わってたりとか、キルストリークはなんか BO2 とかそこら辺の時と一緒なものだったりするんだけど、なんかちょっと名前が変わってたりとかで、まあ、ちょっとわかんないところもあるんですけども、まあ、大体のことはわかるかなみたいな。よっしょー。マップはデザートサイジですね。AR かな。すべての敵を倒せ。戦いへの覚悟はできているな。ここわかんねえからさ、ここら辺覗いとかないと怖い。君からちょっと展開しようか。リードしているぞ。攻撃を受けてる。やばいやばいやばい。奴らに追い詰められている。まず1キル2キル、あ、待て待て、オッケー、危ねえ危ねえ危ねえ、目の前いたのにリロード挟んでた、バカだ。マジかー。味方の架空爆弾が来るぞ。よいしょ。マジで？エイム悪くね今の。あれか、落下硬直みたいのあんのか、もしかして。当たってる感じしたんだけどな。びっくりした。オッケーオッケー。あー裏取られてた、くそ。6キル4ですか。まあまあそこ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 というか微妙すぎる。あー待って、2人いたー。ちょっと14人難しくねえか。はいはい、ヒールしていく。ちょっと溜めてポンと。いや、なんで裏裏取られてた。リス変わった、ちょっとだけ。違うかな。はい、登れないの。登れた。はい、え、はい、やばいやばいやばい、オッケー。ここめっちゃ敵来るな。裏はいない。オッケー。回復した。
どっから撃たれた？偵察機が広い。ここに注意しろ。武器欲しい、武器。敵が滑空爆弾を投下した。あ、いたいたいた。あっち行く。幅行った方がいい。え、滑空爆弾ヘルストーム滑空爆弾って。ヘルストームのことかな？わかんねえわ。ちょっと滑空爆弾が何かわかんないんで、コメント欄でよければ教えてください。はい。クッサン湧いた瞬間目の前いたんだけど、クソリスすぎるだろ。リスゴミなんだけど。あー、クソ。ちょっと伏せ打ちがちょっとキーボードだと慣れないな。オッケーオッケー、ビル重ねて、いた。滑空爆弾やろう。あ、これヘルストームだ、滑空爆弾。なんで終わっちゃった、滑空爆弾やったら。パーボーン、勝っちゃったよ。初戦。初戦にしてはまあいいんじゃないですか。25キル級です。ちょっと無双しすぎかな、俺。ちょっと無双しすぎですか、これ。初戦なんだけど。大丈夫そう？あ、俺、自分に投票しよう。やったー！ MVP だ！やったー！あ、負けたー！最多キル！くそー！あ、来た！来たよ！もう一票、もう一票ください、僕に。僕にください。よっしゃ、MVP！ はい、しゃー、来ました。僕、MVP 取っちゃいましたよ。まあ、キルで高いやつが、まあ、偉いから。まあ、すごい、そういうゲームなんですよ。キルでが高くないといけないゲーム。まあ、理由は、まあ、チームデスマッチっていうモード自体は、いかにデスせずにキルを取るかっていうゲームなんですよね、チームデスマッチって。だから、キルでが高い人が、まあ、偉いんですよ。まあ、ドミネーションとかだと、旗にどんだけ絡んでるかっていうところがあるんで、まあ、B 旗とかでね、まあ、そこによく絡みましたよとか、あと、まあ、B 旗周りでよくキル取りましたよみたいな人が偉くなってくるんで、まあ、あんまキルで関係ないですよね。まあ、死んででもいいから、まあ、旗を取りに行こうみたいな感じなんだよね。うん。まあ、チームデスマッチは、その、逆でもないけど、まあ、死んじゃダメで、みたいな。で、この、まあ、一応説明しとくと、このコアっていうのは、まあ、普通の、まあ、普通の向け、ノーマルモードみたいな、そういう感じなんですよね。で、これハードコアっていうのは、まあ、これね、COD やったことない人にも一応説明しとくんだけど、ハードコアっていうのはね、体力が全然ないんだよね。で、なんかマップが見えなかったりとか、なんかそういうなんかいろんな特殊ルールみたいなのがね、組まれてたりとか、結構するやつなんだよね。まあ、これはちょっと、今はどうなってるかわかんないんだけど、まあ、これはもう過去作での話をしてるんで、まあ、わかんないです。まあ僕がやってたハードコアをね、あんまり好きじゃない。なんかマップが見えなかったりとか、なんか UAV を出した時だけマップが表示されて、UAV がなくなったらまたマップが消えるみたいな、なんかそんなようなモードだったような記憶があるんだけど、まあ、もしちょっと違ったらすいません。今回あるの武器は？俺がさっき使ったのどれ？アサルトライフルの、これかな？多分こんなやつだったよね。多分これだと思う。まあなんかいろいろあるな。全然一つも知らねえけど。
うん、一つも知らねえ。うん、一つも知らねえ。スナイパーこれしかないの？ハンドガンもこれしかないの？あ、これから増えてくってやつ、これ。これから増えてくのかな？もしかしたら。うん、これから増えてく可能性があるね、これは。さすがにちょっと少なすぎると。ボーリングカードはまだゲットできてないと。エンブレムがこれになってる。エンブレム、どれがいいかな？まあ、紙っぽいのがいいよね、やっぱり。紙っぽいエンブレムにしよう。はいと、まあそんな感じで、まあ COD プレイしていきましたけど、まあめちゃめちゃ面白いんで、よかったら皆さん買ってみてください。8600円ぐらいかな。まあ僕みたいに間違えてコールドウォーを買わないようにしてください。僕は間違えてヴァンガード買おうとしたら、コールドウォーを買ってしまって、12000円をドブにしたんですよ。しかもアルティメット版買ったんで。だから、ヴァンガードの方はアルティメット版じゃなくて、普通の通常の版を買ったんですよ。なんでみたいな。過去作をアルティメットで買って、新作をアルティメットで買わないっていう、ちょっと節約したっていうね。うん、もうミスが怖くて。これももしヴァンガードじゃなかったらどうしようみたいなちょっと怖さもあったから。で、なんかこれクロスプレイとかもできるみたいだから、まあ PS4 とか PS5 とかでまあやってる人とかもしいたらね、ヴァンガード買ってみてください。で、なんか勝手にクロスプレイマッチみたいになってるから、まあ一緒にパーティー組んで、まあ行けたらいいなと思うんで皆さんとも。まあ、参加型とかもやれたら楽しいのかなみたいな感じで。まあ、これからちょっとちょくちょく COD やっていくと思うんですけども、これからもちょっとよろしくお願いします。ということで、所詮、GG だね。